今こそここに来た目的を果たさなければ、遥か昔のことのようにも思える。俺の流血はちょっとだけ、敵はドバドバ血を流し、お前に任せるべきだろう。こいつは大した計画だ。それじゃあ始めよう。準備はいいか。敵襲だ。少し時間がいりそうだ。この野営地は俺たちのもんだ。共に戦う。狩猟の腕の具合はどうだ。良くなってきたか。することをお前らも嫌がってたろ。俺の方が絶対面白いって。いじめた人間め、ここで死ぬ。触れただけで髪が切れるような鋭い剣を持ったやつを見たことがある。どうすれば俺の剣もそこまで鋭くできるかな。時間と忍耐、それに良質の砥石だ。粗い方から滑らかな方へと。お前聞いてんのか。やることが多すぎだ。聞いた俺が悪かったよ。オアシスを汚すつもりだ。どうやって？体でな。今のは果てだったな。
何をしてほしい。オアシスを汚すつもりだ。どうやって。体でな。宇宙の公平がここに向かっている。まさに傭兵のやり方だ。俺もお前みたいに弱かったら傭兵を雇うだろうな。お前俺もあの時ミナスイシルにいたんだ。あれ以来生き残りを始末することが俺の生きがいなんだ。お前もこの俺をたっぷりと楽しませてくれよ。あの谷の事件は俺の弟の仕業だ。痛めつけて。なぜゴンドールを出た。砂の中で惨めに死んでいくがいい。お前の恐怖を味わってやる。確かに俺は砦で少し金をくすねたが、それを取り返しに来たのか。喜んで殺してやる。思った以上にやるな。こういう手を出してるか。昨日の逃亡は今日の敵ってな。こんな国も殺してたら報酬にさえならねえ。炎に近づくな。クリーン。俺がぶち壊す前にお前らがサーカスを楽しめていたらいいんだがな。お前の心臓をもらうぞ。もろんな。確かに金をもらってるお前らを裏切りはしたが、俺たちの根城を襲うのはさすがに許せねえ。
前には見覚えがある。俺が襲った荷馬車の護衛をしてなかったか。失望したぞ。燃え上がれオーク。よくやった兄弟。俺を狙う連中には雇われないでくれよ。俺に会ったのが運の尽きだ。内密に処理しないとな。ねじろを失う気分を教えてくれよ。しかも2回目ってこれが人間どもの運命なんだよ。俺たちは勝った。わからないな。根城は壊滅し、仲間も大勢死んだ上、オークどもはお前を殺しに来るぞ。勝ったと言えるか。今日は勝った。そうだな。じゃあ明日は、明後日も、その次は戦いに終わりはない。なるほど。確かに終わりはない。前にもこんな羽目に陥ったよ。だが俺が不死身と呼ばれるのは負けないからじゃない、やめないからなんだ。戦うことをな。続ける限り終わりもない。砦を攻めればお前は死ぬかもしれないぞ。気づいていようがいまいが、どっちにしろ狂ってる。お前だってモルドールを越え砂漠へ来た。信用ならない傭兵と組み、谷をミミズで壊滅させたろな。そう言われると俺もイカれてる。その通りだ。これで俺を理解できただろ、弟よ。行こう。お前空飛んでたよな。じゃなきゃここで傭兵を雇ったりしない。モルドールの奥で多くの打ち跡が起こってる。ある時歯をなくしたんだ。翌朝に起きたら枕の下に金があった。長い間不思議だったよ、なんであんなところにってな。そしたらテズリクが面白い話を聞かせてくれた。二
人で飲んでた時、奴が金を指の上で回そうとして落としたんだ。俺が笑ったから奴は俺の顔を殴ったってな。